プレーナー型トランジスタの内部構造中心がベースでその外側がエミッタで外周はコレクタプレーナー型トランジスタは現在主流のトランジスタの形式。シリコンの基板上に選択拡散法によって不純物を添加してトランジスタを形成する。1947年12月に点接触型トランジスタが開発されて以降合金接合型トランジスタ 成長接合型トランジスタ、メサ型トランジスタのような接合型トランジスタが開発されてきたが、それぞれ生産性が低く買ったり、品質が安定していないなど、一長一短があった。合金接合型トランジスタは量産性に関しては、比較的優れていたものの、高周波特性を向上するために、ベース層を薄くとすれば、機械的強度が不足した。成長接合型トランジスタは、 品質が安定しなかった。拡散型トランジスタはベース層を薄くできるので高周波特性が向上したものの当時の拡散型トランジスタの一種であるメサ型トランジスタは生産性が低かった。1957年にベル研究所のカール・フロッシュとリンカンデリックによって選択拡散法が開発されたことにより高周波特性が向上して品質が安定するようになった。 フェアチャイルド社のジーン・ハーニーが1959年5月に SI 接合型トランジスタの製法として SI プレーナー型トランジスタの製法を発表すると共に特許を申請した。洗濯拡散法を活用した製法で SI 基板をコレクタとしてこれを熱酸化して表面にシリコン酸化膜層を作りこれを拡散マスクとして用いる技術でこの塩2層にフォトイッチング法によって 窓口を開けて、この窓穴から拡散を行い、一工程の拡散が完了すると、再び塩二層を表面に構成させるプロセスである。これを、ベース層、エミッタ層と必要に応じて順次上つらから、選択拡散を繰り返して、トランジスタが完成する。これによって、トランジスタの量産技術が確立され、さらにこの技術が基礎となって2年後に、集積回路技術へと展開する。 この製法は SI 表面に構成される PN 接合の境界部分を自己整合的に塩に膜で覆う構造となるため外部から侵入してくる水分や可動イオンの侵入を防ぐことで動作上の信頼性が大幅に向上した。それだけではなく結晶の表面問題が原因で実現できなかった電解効果トランジスタもこの塩に酸化膜技術の適用によって モスェットとして実現に至る。また、合金型トランジスタのように両面に拡散する。必要がなく、メサ型トランジスタのように台形に削る工程がないので生産性も優れていた。ラジオやコンピュータなどに使用され、さらに集積回路へと発展する。ありがとうございます。